大倉輝子黒猫富本城常夫と辰馬久は死のつく雨の中を夢中で逃げた体を二つにへし折り風に追われながら夜の市街をひた走りに走ったその時 一緒にかけていた達磨久志がふいと身をかわして横丁へ降りた続いて曲がろうとした途端本庄は行く手の暗がりからぬっと出てきた大男が達馬の後を飛ぶごとく追跡するのを見た危ない捕まりはしないかひょっとして思わず心で叫びながら立ちつくんだ達馬に誘われ初めて行ってみた鳥羽に 運悪く手入れがあって2人は命からがらここまで落ち延びてきたのである今夜に限ってどうしたものか円卓はどれもどれも客が乗っていて空車には一度もぶつからなかったもうこうなっちゃう仕方がないどんなに夜が更けようとずぶ濡れになろうといよいよ小山まで歩いて帰らなくてはならないと思っているところへありがたいことに1台の空車が通りかかった。 ううランプに照らされた空車の虹が目に入った刹那、本庄は救われたような喜びに我を忘れて合図の手を高く差し上げ止まるのを待ちかねて「小山まで西小山だ」というなりハンドルに右手をかけて飛び乗ったおち<っ>ちまち何かにつまずいて前へのめったその表紙に やわらかいがしかし弾力のあるあたかもゴムのごときものの上に両手のひらとひざ頭とをついたのだった何だろう手探りでそっとなで回してみると異様な感じがするひやっこいがすべすべしたまるで人肌だあいにくルームの電灯が消えているので車内は暗くて。 ガラス窓から時折差し込む街灯の明かりもシートの下までは届かなかった「君ちょっと電気をつけてくれないか」運転手は答えない風ーに声を奪われて聞こえないものと見えるチュッ本庄は舌打ちしながらポケットを探りマッチを吸ったと同時に彼はマッチを放り出し シートの上に尻餅をついてしまった人形いや人だ若い女だしかもそれが死んでいるのだあまりの驚愕に全身凍ったようになって叫び声すら喉を出なかったただはっと思っただけだった次の瞬間には目がクラクラとして何もわからなくなった 体は妙にこわばって身動きさえ自由にならないのにひざ頭だけがガクガクと震えて立ち上がる力さえ抜けてしまった血生臭い香りがプンと鼻を打つやがて少しく気が落ち着いてくると怖いものを見たさにもう一度マッチを吸ってしゃがみ込み今度はよーく見たやっと123くらいだろうか立派な服装をした少女だった。 顔は伏せているのではっきりわからないがウェーブした断髪が襟足に乱れかかって何とも言えぬ美しさだ桃色のドレスの肩から流れ出ている血子はほっそりした白狼のような腕を伝わり赤い一筋の線を描きながら白いゴムマットの上に滴り落ちてくぼんだところへたまっている抱き起こしてみようと思ってそっと体に手を触れたら ぬぬらぬらとした赤いものがべっとりと手のひらについた手のひらばかりではないよく見るとズボンのひざにもワイシャツの袖口にも血がねばりついている血だらけだ本庄は考えたこれを人が見たとしたらどう思うだろう足元には死んだ女が転がっているそのそばには血に潜んだつぶぬれの男がうずくまっている しかも興奮してとなるとどうしたって俺は有力なる容疑者という格好だバカバカしいこんなかかり合いになっちゃそれこそ大変だ彼は急に空恐ろしくなって逃げ出そうと思った走っている車から飛び降りるつもりでドアに手をかけたがまた考え直してやめてしまった くず折れるように腰を下ろすとほーっと大きなため息をついて思わず心につぶやいた「俺の知ったこっちゃないんだただこの円卓に乗り合わせたというだけじゃないか犯罪直後に運悪くなったそれだけのことだ嫌疑がかかったっていいじゃないか逃げ出す必要がどこにあるんだそれよりもだ 市人と相乗りして深夜の街路を走るこんな珍しい巡り合わせがめったにあるもんじゃないこの幸運をむざむざと見捨てて逃げ出そうだなんてもったいないなんという愚かな考えを起こしたものだろう」と彼の異常な好奇心はそろそろと頭をもたげてきたそうなるともう恐ろしいとも何とも思わなかった むしろ与えられたこの絶好の機会を利用して十分に日頃の猟奇的満足を得ようとさえ思うのであったその時死体が少し動いたように見えた続いて弱いため息に似た声を出した「おやよみったのかな」本庄は慌てて唇に手をやった「確かにまだ息がある」 手首を握ってみると最初はほとんどわからないほどかすかな脈がだんだんはっきりと指先に触れてきたどうやら温かみも戻ってくるようだ「まだ死んじゃいなかったんだ!」「ありがたい」「息を吹き返したとなるとますます面白いことになりそうだ」「運転手が何も知らないのを幸いにこの少女を彼は自分のアパートへ連れて行こうと決心した」 介抱し,してやることがまた発見者たる者の,の義務であるようにも思える彼は少女を前にして考えた運転手に知れないように運び出すとしたらどういう方法を取ったものだろうか下手をやって感づかれたらことだぞきっと警察へ訴えようと言い出すに決まっている警察に冗談じゃないそんなバカなことができるものか やっと逃げてきたばかか。りじゃないかしかし全然気づかれないという方法はあるまい人間一人を担ぎ出すのにいかに小さな女だって容易なことではないと彼はしきりにそれについて頭を悩ませていた車が下流階の近くを通っている時鍵盤の明かりを見てふとある明暗を思いついたそこで小山アパートまで乗りつけずに途中で車を停めさせて あそこの鍵盤でこれを崩してきてくれと言って運転手に五円札を渡しあいにく細かいのがなくってとわざと独り言のように付け加えていった運転手が札を手にして雨の中を駆け出していくのを見定めてから本庄は死んだ蛇のようにぐったりとなっている少女を抱き上げた小柄だが持ちおもりがして 小脇に抱えているのはなかなか骨が折れる気がせくので肩に引っかついで歩いた丁寧に靴が吸いついたり滑ったりしながらやっとの思いでアパートの階段にたどり着き自分の部屋まで運んでとりあえず壁際のベッドの上に横たえ初めて電気の下で少女の顔を見たなんという可愛らしさだろうまるで眠っている西洋人形だ 細表で顎から首筋へかけての皮膚がすべこそうで東洋人には珍しい濁りのない白さだまつげに覆われた目はキレが長いらしく開いたらどんなに美しかろう本性は思わず低い胆性を漏らして見とれてしまったかわいそうに彼女の洋服は胸から肩へかけて血のりで肌に粘りついている。 鋭利な探検か何かでぐざと突き刺したのだろうがひどいことをしたもんだこんな天使のような少女を傷つけるなんてこの出血の具合ではよほどの重傷を負っているに違いないがどこに傷口があるのかはよく分からなかった多分左の肩あたりらしいのでとにかくそこへ自分の判決をふわりとかけてやったかすかな息はしているのだが 少女はなかなか意識を取り戻さない少し心配になってきた医者を呼ばなくちゃいけないかなと思った幸い今年医科を卒業したばかりの親友が近所に引っ越してきたのを思い出したそうだあいつに頼もうそう気がつくと慌てて外へ出た外へ出てからさっきの円卓のことを思い出したが もう彼は雨に濡れながら一んに駆け出したぐっすり寝込んでいる友人をたたき起こして「君危篤の病人なんだすぐ来てくれないか危篤だって誰が?と」と布団から首だけ出して目をつぶったまま眠そうな声で聞いた。 誰でもいい。そんなことは後で話す。患者は男か女かほら夜中に叩き起こされることを思うと、医者になるのをやめっちゃいたくなるよ。友人はしぶしぶ起きたが、よく眠っていたところを起こされたので、すこぶる不機嫌だった。後で詳しいことは言うよ。まあ早く来てみてくれ。こうやっているうちにも、手遅れになって死んじまってるかもしれないんだ。 君へ非常に興奮してるね俺はちっとも知らなかったよ君にそんな女があるた俺の女じゃない人の女を夜中に引っ張り込むのはけしからんなよせそんなくだらないこっちゃないんだ人一人の命だ冗談じゃない雨は小降りになったが北風が少し寒かった本庄は先に立って 大股で飛ぶように歩いた。アパートの階段を駆け上がり自分の部屋に飛び込んでみると驚いたベッドに寝ていたはずの中傷人は煙のように消え去っているが夢でない証拠にはシンクの花をまき散らしたようにシーツの上に血の跡が点々と残っていた驚いたのはそればかりではない室内はもちろん、 戸棚から本箱からことごとく引っかき回され引き出しという引き出しは全部開けっぱなしになっている書類はあっちこっちに飛び散り床の上に転がされてあるインキ壺からは黒いインクが独々しく流れ出して床を汚している本庄が出かけた後に何者かが忍び入りさ探しをした上に少女をさらっていったに違いないそれにしてもこの部屋の荒らし用はどうだろう 足の踏みもない。奮然として棒立ちになっているのを見て友人は嘲笑を唇に浮かべていった恐ろしく散らかしたもんだなしてその危篤の女はどこに隠してあるんだね彼はムッとしてぶっきらぼうに答えたちくしょう。ご覧のとおり逃げちゃった一体これはどうしたってんだ 泥棒が入ったんじゃないか。金があるもんだから金なんかあるもんかと言ったが今日は月給日だった普段なら机の引き出しに入れておくのだが運よく持って出かけたので助かっただって君泥棒に入られるなんて景気がいいじゃないか本庄は苦笑して答えなかった <laughs> よく注意して調べてみたまえ 帰りがけにに俺が交番によってて話しておいてやろう。一応訴え出ておいた方がいいぜ彼は慌ててそれを制止した大丈夫だ盗まれるようなものは何もありゃしないんだからほっといてくれ面倒だからだがなこうめちゃめちゃにかき回されちゃ後片付けが大変だな引っ越しだと思いやいいよなところでっと 俺の用事はなくなったってわけだね帰るよいや帰るよ大きなあくびをしながら友人が立ち去るのを見送ってから本庄はもう一度戸棚の中へ首を突っ込んでみたベッドの下をものぞいてみたもし仮にだ自然に意識を取り戻しこの意外な場所に彼女が彼女自身を発見したら必ず逃げようとするに違いないが あの渋滞では歩けないからこの部屋のどこかに隠れているのではあるまいかと思ったのだがやはりさらわれたのかな彼は失望したそしてわけもなくむしゃくしゃと腹が立って運転手に渡した五円紙幣までがいまいましくなっただがあの半死の少女をさらっていく泥棒もあるまいじゃないかこれはただの泥棒ではない きっと何か企んんでいるんだろうことによると今夜の行動を最初から見ていて僕の弱点につけ込み金品をゆすろうというのかもしれないしかしそれにしても少し変だ脅迫するとしたらばなぜ少女をさらって去ったその理由がわからないだが一体あの血だらけの少女は何者だろう服装も立派だった 要望にもどこかおかおしがたい気品があった「高貴な人であることは一目でわかる」「これには確かに何か深い司祭があるに相違ない」「犯罪の裏面に潜む秘密それを探ってみたらさぞ面白いことだろう」彼はベッドの端に腰掛けて考え続けているうちに疲れてきてそのままゴロリと横になった。 血のついたシーツを取り替えるのももう億劫だったが寝てみるとまた妙に頭がさえて寝つかれなかった 2, 2それでもいつの間にか眠ったと見えてアパートの主人に呼び出された時には正午近い太陽がベッドの裾の上にまで差し込んでいてちょっとまぶたが開けられないくらいまぶしかった明るいはずだ 昨夜はブラインドさえおろすのを忘れて眠ってしまったのだ主人は手にしていた茶色の封筒を渡しながらじろりと変な目つきをして彼の顔を見た急ぎだそうですよ歩愛想に言って部屋を出て行きながらもう一度繰り返って彼の様子を盗み見たその目には明白に部別の色があった唇の辺りにも嘲笑が漂っているように思われたので 本庄は嫌な気持ちがした。が、渡された封筒の裏を返してみると急に顔色を変えてたまげた「しまった!」彼は思わず心で叫んだそれは警視庁からの呼び出しであった「みるみるうちに小鼻の上にブツブツと油汗がしみ出してきた辰馬久が捕まったにそういないさもなければ 少女をさらった人が逃げる途中で捕まったかいずれにしても奇怪なことになったものだ封を切る彼の指先は震えているしかしことにも手紙は非公式の呼び出し状でことに差出人が有名な宮岡警部であったのは意外の喜びであった警察官としては珍しい温かみのある人だとの評判も聞いているそれに都合のいいことには 偶然にも同居であったそれらを思い巡らしてそこに市松の光明を発見して彼は多少元気づいた「とにかく一刻も早く出頭しよう遅刻して怪しまれては損だ」と思って飛び起きた宮岡警部の顔は新聞以外でも見ているのでなんとなく親しみを持てた先方は知らなくてもこっちは顔なじみなので 初対面面の人に面会に会行くようなな気はしなかった。本庄はなるべくいい印象を与える必要があると考えて頭髪には油をこったりとつけてきれいになでつけひげも年入りに沿って身だしなみには特に注意した昨夜まで着ていた洋服はベッドの隅に投げ出してあったが広げてみるとズボンの折り目もすっかり消え泥や血の汚点がところどころについてしわだらけの惨めさだ このままクリーニングに出すのさえはばかられる彼は血に染まったシーツと一緒に氷の底にしまい込み戸棚の奥へ押し込んだそれからプレスをさせたばかりのよそぎの茶色の背広を着込んで悠然とせいぜい心を落ち着けて出かけたが胸の心気は容易に収まらなかった桜田門で電車を降りたが「今日くらい」 警視庁がいかめしく恐ろしいものに見えたことはなかったうつむきながら石段に靴先をかけようとしてふと気ぜわしそうに階段を駆け下りてくる人を見たそれこそは孫を書き宮岡警部の顔であった本庄はハッと立ち止まった帽子を取り急に激しくなり出す心臓の鼓動を抑えるようにして頭を下げ陰吟に行った 遅刻いたしまして、お呼び出しに預かりました本庄常尾でございます。と言って顔をぱっと赤くした。宮岡警部は快活な歯切れのいい言葉で、やあ、ご苦労様。今まで待っていたんですが、休養ができて。まあ、かまわんから一緒に来てください。案外砕けた調子なので、この分なら大したこともあるまいと本城は内心ほっとした。 宮岡警部は本庄と並んで歩きながら元気よく話しかけた君眠かったでしょう。早くから叩き起こされてと澄んだ目に意味ありそうな微笑を浮かべてじっと見た彼はひとたまりもなく恐縮してしまった実は君にお詫びしようと思ってその他に少し話したいこともあるんだがね と言いかけてあたりを見回し、誰かを待ち合わせてでもいるようなそぶりだったが、急に通りかかった円卓を止めて、休養を思い出したから、ちょっと支度へ寄ります。立ち話もできない。一緒においでください。と本城を帰り見ていった。無論拒むことはできなかったので、やむなく宮岡警部と並んで腰をかけた。 警察官とのりりはあまり愉快でなかった。どんな尋問を受けるのか知らないが内容がわからないので気が落ち着かなかった本庄は窓際に寄って体を固くして座っていた運転手と話している会話に耳傾けひそかに彼の腹の中を探っているのでどこを走っているのかそんなことに注意する余裕もないうちに ある小さな文化住宅の前で車が止まった宮岡警部は先に降りると木造の階段を駆け上がって玄関の扉を開けた本庄も続いて下を向きながら照然と彼のズボンについて屋内に入った応接室だろうか日当たりはいいがカーテンも何もないすこぶる殺風景な部屋で粗末なテーブルと椅子が23脚あるばかりだ その一つの椅子の上にビロードのような毛をした黒猫が丸くなって眠っていた2人の足音に目を覚ましひょいと首を上げたが見知らぬ客の顔を見ると驚いて逃げ去った改まって向かい合いに腰を下ろすと本庄はまた急に不安になった何を言い出されるのかと思ってヒヤヒヤしながら興奮した顔をほてらせて 彼の言葉を待っていた宮岡警部は相変わらず軽い朗らかな誤調で切り出した本当にお気の毒なことをしましたね君は僕のおかげでとんだ広い目にあったんだ僕は今日終日悠然と眠らせておいてあげようと思っていたんだが実は急にまた事件が突発してねこれからそっちへ行かなきゃならんのだが それにまあおわびは早い方がお互いに気持ちがいいからね君昨夜は随分疲れたでしょう本庄ははっとして目を落とした背中に冷や汗がじっとりとしみ出るのを感じた宮岡警部は横目で彼を見て隣室の扉の方へ笑いながら声をかけたトミー来いよ 本君を紹介するから。声と同時に扉が開いて一人の女が黒猫を抱いてスーッと入ってきた彼は慌てて椅子から立ち上がり顔を見合わせた瞬間息が止まるかと思うほど驚いたそれは前夜さらわれたと思い込んでいたかの少女であったからいやそればかりではない彼は生まれてから これほど魅力を持った顔を見たことがなかったからだきれいに反りつけた細い眉立地的に美しい顔はパーマネントウェーブの真っ黒な髪の毛を背景にしてくっきりと輪郭を浮き出させているしなやかな体を包んでいる黒ビロードのワンピースがほっそりした姿に重そうでややもするとなで肩から滑り落ちそうだ それがまた大変なまめかしく彼の目に映じた首筋にも肩にもことに左の方は注意してみたが傷らしい跡はどこにも残っていなかったすこぶる元気でまるで別人のように朗らかだった昨夜は12歳の少女だと思ったが柄こそ小さいがもう立派な霊場で年も3つ4つ上らしく見えた 本庄はあっけに取られてしわしは口もきけなかった母官として直立不動の姿勢を崩さないでいるのを宮岡警部は見て笑いながら言ったまあかけたまえ君僕の妹をご紹介しましょう宮岡富昨夜は大変ご厄介になりました君 あの宿から一緒に逃げ出した男あれ誰だか知っていますかはいあれは私の親友で辰馬久志というものでございます有名な実業家辰馬桝之助氏の長男で兄弟を中途退学してただいまは親父さんの辰馬銀行に勤めていますといささか得意げに答えたのだったああ 君は全然何も知らんのですね。あんな奴と君、付き合っちゃ危険ですよ。辰馬銀行頭取の息子にはそういないが、あれ君、多分君は何も知らないんだろうとは思っていたが、バツバツ会の狩猟なんだよ。仲間内では変名で通っているので、あまり本名は知られていないがね。実はこの度のギャング狩りに、 送還から僕が内命を受けているわけなんだが彼を捕まえるのは容易なことじゃないんだ昨夜はトリックで捕まえる計画を立て僕は妹のトミーと円卓に乗って君たち2人が戸場から逃げるのをずっとつけていたんだところが奴は途中で感づいて逃げちゃった君もてっきり同類だと睨んだので仕方がない 君の方を一つ洗ってみようと思ってまず家宅捜査をやってみたのさあの時の運転手は僕ですよ車内に大ケがして倒れている女があれば誰だって君同様の手段に出るよ何しろ警察は鬼門の連中なんだからねとカラカラと笑ってあれだけ苦心したのにとうとう失敗しちゃったよ と言ってテーブルの上に置いてあったご演札を本庄の前に差し出して「運転手いや僕に渡されたこれはお返しいたします」と言った彼は思わず顔が赤くなった富の前だけに一層恥ずかしかったのだがまだ狐につままれているようで何が何やらさっぱりわからなかった 久がバツバツ界の首領であるということも初耳だそう言われてみれば最近彼の思想はだいぶん変わってきてはいる一頃はナンパの不良で鳴らしたものだ辰馬の毒がにかかった女は数えきれないいつでも女のことで問題ばかり起こしていたがこの頃はそういう噂もあまり聞かなくなったので喜んでいたのだがなんという迂闊なことだったのだろう 彼が親の家を出てアパート住まいをしているのも女出入りに都合がいいためだと聞いていたが実際はそればかりではなかったのかもしれない考えれば疑わしい点はいくらでも出てくるのだろうがすると「辰馬は変名を用い罰罰会の首領として活躍しているのですか」宮岡警部は底力のこもった声で重々しく答えたそうです。 あの男は女の敵であると同時に我々の敵ですよと言って富の方を見ながらトミも彼に誘惑されかけた一人なんです。富はちらりと宮岡警部の方を流し目で見たそれは美しく澄んだ空色だった「ハテナ」「空色の目」ことによると彼女は国際人かな と心に思ったそう思って見直すと鼻の格好もきれいな唇もクリーム色の皮膚もどこやら違っているそれに第一この小柄だのに様相がしっくりとよく似合うところなどどうしたって西洋人だ見れば見るほど着付けも粋で垢抜けがしている彼女の空色の目はまたいろいろな表情を表した訴えるような 悩ましげなやるせなさそうな視線は絶えず動いて彼の頭の中を容赦なくかき乱したその一挙一動もまた不思議な力を持って胸に迫った本庄は今までにこれほど恐ろしい魅力を持った女に出会ったことはなかった富によって彼の魂には生涯消すことのできない深い印象を与えられたと言ってもよかった 敏感な宮岡警部は彼の心を見通したのだろう聞きもしないのに彼女について語るのだったトミーと僕は母をことにしているんです妹の母はスペイン人でしたもう亡くなりましたが複雑した家庭に生まれたものですからあれも幼い時から色々苦労しましてねかわいそうな女ですが いつまでもこんな生活もさせておけませんそのうちには良縁もあるだろうしと言いかけてふと気を変えてしかしトミーはとても兄思いなんですよ僕の仕事をよく助けてくれるんです女は第六感の働く者ですからね随分役に立つことがあるんですよ君も一つ妹と一緒に僕を助けていただきたいんです と改まった口調で言ったあと急にまた嘲笑うように笑いかけてそのの代わり特別をもって、て昨夜のことは見逃してあげますよ。<laughs> <laughs> 本城はちょっと面食らったがなんだかひどくバカにされたような気がして不愉快だったしかしこっちに十分に弱みがあるので何とも言うことはできずただ苦笑したばかりだった その時まで一言も言わず、膝の上の黒猫を撫でていた。富は初めて口をきいた。失礼だわ。私たちの方こそ、見逃していただかなければならないのよ。あんな泥棒みたいな真似をしてお部屋中をひっかきましてさ、あなた怒っていらっしゃるでしょう。と言った。いい声だなと思って、その柔らかい感じに聞き惚れていたので。 最後の言葉しかか耳に入らなかった。だから「い,いえ!」というより仕方がなかったしかしそれは職務上やむを得ないことなんだからと宮岡警部は弁解するように言って急に出前を正し「冗談はとにかくこれは真面目な大事な話だからよく聞いておいてください」実は君を呼んだのはこういうわけなんだ 馬久志は身辺に危険の迫ったのを早くも感づいて姿をくらましそうな形勢が見えるんです猶予してはいられないんだそこで昨夜は失敗したが今夜こそは一つうまくやって実はね君と急に声をひくめて少し危険だが彼のアパートを襲おうと計画しているんだ 証拠書類を押収しようというわけでついては君に案内役を引き受けてもらいたいんだよ真っ向から部下を引き連れて乗り込むのはたやすいことだが僕はそれを好まないんだというのは父親の辰馬枡之助氏は人格者だし国家の功労者でもあるから万事穏やかにしてなるべく世間にパッと知れないように秘密裏に始末をつけてやろうというわけなんだ 本性は辰馬が富を誘惑しかけたと聞いた時から彼に対する好感を失っていたがそれでもこの案内役を喜んで引き受ける気にはなれなかったと言って拒絶することは無論できない何と言っても敦磨が悪いんだから仕方があるまいと心で考えていた彼は罰罰界の狩猟であるばかりでなくこの無益な美しい富をさえ徳川にかけようとしたのだから よくないな辰馬のやつけしからん男だしかし一体どこでどういう機会に彼女と知り合いになったのだろう誘惑と一口に言ってもそれほどの程度だかわからないと肝心の問題よりもその方が気になったそこで本庄は何気なく聞き出してみるつもりで言った辰馬はあなたもご存知なんでしょう。 知っていますよ。顔だけはねえと、即座さに答えた。と、トミさんも知っていられるのですね。よく知っています。トミーはダンスホールでコンになって。お兄さん、そんな余計なことは言わないだっていいじゃないの。と、本を若くして。私、たさんんの顔なんかもう忘れちゃったわよと、 媚をくんだ目で本庄の顔を見ながら言った悪情なヤツだな宮岡警部は立ち上がって時計を眺め急に慌てだして話はそれだけなんだがではちょっと僕は出かけてきます本庄君君にはお気の毒だが一時留置するよ今夜の任務を果たすまでまあこの部屋でトミーと話でもしていたまえ 時期に帰ってくるから」と言い終わるか終わらぬうちに急いで扉の外へ出ていったすぐ帰ると言って出たぎり宮岡警部はなかなか戻ってこなかったその間に本城と富はすっかり親しくなっていた話は「 多く黒猫ミミィについてであった刑事部長さんからご信用に頂い,いたの怖い人に会った時にはこの猫をぶつけてやるのよと言ったミミィは実によくならされていたトミーが駆け出すとその後を追って走り立ち回って彼女が自分の胸を叩いて呼ぶといきなり飛び上がって襟元にすがりつき 真っ白い首筋に頭をこすりつけて甘えた。日暮れ後のになると両方ともますますはしゃぎでした。その愉快そうにタワムレ遊んでいるのを見ると、大将の猫がもつれ狂っているとしか思われなかった。薄暗い部屋の中には踊っているような影奉仕が映っていて、黒ずくめのよそいで貧相に跳ね回る富の姿はまるで黒猫のような感じだった。 本庄は好奇心の目を輝かせて見惚れていた夜になった宮岡警部はどうしたのだろう2人を置き去りにしたまままだ姿を見せなかったきっと今に自動車で迎えに来るんでしょうと富は別に気をもむ様子もなかった11時近くになって彼女の言った通り自動車が玄関に止まった 運転台の窓から宮岡警部は首だけ出して差し招いた彼女はミミィを小脇に抱えて自動車の窓に飛びついた「遅かったのねお兄さん」と甘たるい声を出して「昨夜は失敗したから今夜はミミィを連れて行くのよ」と言いながら黒猫の頭を叩いて「ミミィさえイリュ成功を疑い出したわ」 とほおずりしながら言ったその目は緊張して鋭い光を帯びていた本庄は宮岡警部の前に進み出て無言で丁寧に頭を下げた「ああ遅くなって」と言いトミの方へ向いて眉を寄せ 出かけようとするところへあいにく鳥物があったねと弁解らしく言った私に運転させてよ彼女は運転台に飛び乗り宮岡警部をルームの方へ追いやって自分でハンドルを握った富さん偉いですねと本城は感心した宮岡警部は苦笑して 男手で,で育てるとおてんばになって困るよ女らしい教育ができないからそんなことを話しているうちに丸の内アパートへ着いた事務所には本庄の顔を知っている小遣いはいなかった合鍵を貸せと言うと変な顔をして達馬さんはお部屋にいらっしゃるはずです全国まで食堂でお友達とビールを飲んでいましたよと言ったが 別に怪しみもせずにすぐ合鍵を貸してくれた本庄は宮岡警部の命令に従って自動車を人通りのない裏門へ回し車内に入って待っていたしばらくすると富が駆け出してきていきなり本庄の手を握りしなやかな体をすりつけるようにして耳元に唇を寄せ肝心の書類は銀行の金庫に収まってあるんですってこれからみんなで銀行へ行くのよ 生温かい息が耳にくすぐったかった本庄は帽子を目深にかぶり助手台に腰をかけているとどうやら自分も探偵小説中の一役を買っているようで愉快だったやがて後ろに靴音が近づき扉が開いてシートにどっかりと腰を下ろす音がした皆黙々としていたハンドルを握っている彼女の顔は真っ青で引き締まっていた 馬銀行に着くまで誰も一言も口をきかなかった車が止まった時本庄は初めてそっと後ろを向いてみた辰馬久は目隠しをされ猿靴輪をはめられ両手を縛られていたシークな彼がこの時くらい物哀れに見えたことはなかった辰馬は宮岡警部とピストルを手に持った富との間に挟まれながら 後院出入り口から銀行内に入っていった本庄は針盤を命ぜられたので暗い横丁に立っていた預かった黒猫をしっかりと胸に抱えその柔らかい毛並みを撫でているとどこかに彼女の香りを感じたので彼は思わず耳を抱きしめて頬ずりしたその時突如静寂な往来にたくさんな靴音が聞こえたので彼は本能的に身を転じ暗い影に潜んで様子を伺った 一塊のくいいは飛ぶように近づいてくる。警官らしい先頭に立って駆けつけたのは意外にも銀行内に入っているはずの宮岡警部の顔であった。本城は驚いて街灯の明かりに透かして見直そうとした途端警部は部下を顧みて「続け!と」と一声厳然と言い放った。 その小色は別人のような鋭さがあったので本庄は思わず驚がくの目を見張ったよく似ている全く生き写しだが人間は違うようだ確かにこれは宮岡警部ではない偽物に違いないがそれにしても同じ顔の人が2人俺の目がどうかしているんじゃないかと思ったがあまりにそっくりなので異様な不気味さを感じた が、またとっさにこんなことをも考えた「辰馬の急を知ってバツバツ界から救助に来たのではあるまいか警官に変装して危ないぞこれだけの人数を相手にしてはかな一個はないなんとかして富を助けてやらなければならない」と気をもんでいるうちに黒い影はひとかたまりになって裏口からどやどやと奥へなだれ込んだ「真っ暗だ!」 と一人が怒鳴った。スイッチも点線も切断されてる逃がすな女をとわめいたそれを聞くと本庄はもう気が動転してしまった前後の考えもなく踊り込んでいこうとした時中からパッと飛び出してきた富の体がぶつかったその拍子にミミィは驚いて彼の腕をひっかいて逃げ出し 彼女の後ろを追って往来を真っ白らに走ったまるで2つの黒猫がもつれ合って飛んでいくように見えたとほとんど同時に真っ暗い銀行の廊下で恐ろしい格闘が始まったののしりわめく声入り乱れた靴の音うわっやられたとたり人の倒れる響き 続いて起こるものすごい叫び声には本庄はどぎもを抜かれた逃げようかかとを転じた刹那ドンと背中を突かれた逃げろ早く底力のこもった聞き慣れた声それは確かに宮岡警部に違いなかったがどういうわけか一人の警官がいきなり飛び出してきて背後から警部の胴にしがみつき 呼ぶ子を鳴らした。本庄は夢中で走った気が付いた時彼は全身打ちのめされたように疲れきってベッドのそばの床の上に倒れていたのだった扉の下から室内に滑り込ませてある新聞を習慣的に手に取って広げてみたはっとして本庄は跳ね起き目をこすりながら もう一度見直した辰間銀行黒猫トミーに教わる三段抜きで書かれたその記事を見てたまげてしまった彼は息を弾ませながらむさぼるように読んだ幸い彼の名はどこにも出ていなかったが宮岡警部と辰間久と負傷した警官との写真が出ていた。 世界を股にかけた女族黒猫トミーおよびその上婦が辰馬銀行の金庫から多額の金を奪って逃走したしかもその案内役は頭取りの零息であるという点に多少の疑惑を抱かれているというのだ本庄は思わず胴るいしたが不思議なことばかりでどうも腑に落ちなかった第1 遣いの狩猟であるべき辰馬久がとらわれないのも変だ富が仮に黒猫トミーという女族であったとしても宮岡警部はどうしたんだろう辰馬に会ってみようそうだ彼に会って聞いてみることだしかしさすがにアパートに行く気はしなかったので辰馬銀行に出かけることにした新聞を見て見舞いに来たといえば誰も怪しんまい 銀行の応接室には見舞い客が辰馬久を取り巻いて事件の顛末を聞いているところだった彼は両足を踏ん張り腕を組んで興奮しきった顔をして刑事から聞いてきたという話を受け売りしていたが本庄の顔を見るといきなり手を握って「例の一件からとうとうこんな目に遭っちゃったよ」と囁いた。 それをバツバツ界に関係したことと本庄は早飲み込みをしてどうして君がバツバツ界の狩猟なんかになっていたんだ僕は全然知らなかったよ達磨は目を向いて君何言ってるんだ本庄はドギマギしながらだって例の一件だなんて言うから鳥羽の一件さ あの弱みにつけ込まれたんだよ。ああ、そうかなんだあれをタネに脅迫しやがったんだアパートに最初やって来てね聞いている彼は冷や汗を流した心臓の鼓動が耳に騒々しく聞こえた辰馬くん新聞に出ていた通りかね黒猫トミーってどんな女だ辰馬は 鼻の先に小じわを寄せてふふんと笑ったいい女だぜ俺が金は持ち合わせていないって言ったら銀行の金庫にあるわよってあの女ピストルを突きつけやがったいい度胸だぜ自動車に乗せて俺を銀行に連れていったが手配中の宮岡警部が来てくれたんで助かった君はミ民を知ってたんだろう。知ってるもんか泥棒じゃないか いくら俺が物好きだってあんなすごい女はまっらだ上婦の方がペコペコして女に使われていたぜやっこさん宮岡警部に写真そっくりに変装してやがった二人の宮岡警部ができちゃってどっちが本物だかわからなかったそのためにとうとう捉え損なったんだそうだよと達馬は笑った まんまと欺かれ手先に使われたのかと思うと腹が立ったがなぜか本庄は心から彼らを憎む気にはなれなかった。